この春、一生に一度のスペシャルな誕生日が始まる。貴様を切り刻んで豚の餌にでもしてやると。どこだよここ。突如行き着いた二の国。そして点に合わせて回っていられるのはなぜだ。ほら、え、ケーブルとナットの間にミノフスキーマグネットレイフィール。は強敵です。私たちの油断からマリーさんの作戦に乗せられてしまいました。的に変えてしまったんだ。愛にで以上大事なことなんてないんだぜ。さあ行くがよい。わかりました。そのクエスト受けます。せめて君の誕生日までは一緒にいたいと。晴れた空の青、やつらにとって人間の存在など。日本中を感動の涙で包み込んできた永井達之監督最新作。帰ろ。もうすぐ高校も卒業か。ま、ごめんなさいよりも大好きだということを伝えられていますか。まだ遠い日のことだと思っていた。今まで俺は女子とかお金やつらとか